バトラーズ・ウォーフの夜景バトラーズ・ウォーフはロンドンのテムズ川南岸タワーブリッジ東側にあるビル群である。以前は倉庫街が広がっていたがテレンス・混乱が尽力した1980年代の再開発以降は隣接するタワーブリッジの人気と相まってレストラン街や高級ペントハウス街とショッピングストリートを備えた観光地となっている。 ロンドンデザイン博物館もこのバトラーズ・ウォーフにある。バトラーズ・ウォーフ周辺は、デムズ川観光の中心地である。バトラーズ・ウォーフから、西は遊歩道が整備されており、ロンドン市庁舎や、ヘイズ・ガレリア、テート・モダン、ミレニアム・ブリッジがある。またバトラーズ・ウォーフの対岸は、セント・キャサリン・ドッグとロンドン島でこちらも、ロンドンの主要観光地である。 ロンドン SE1HTTP コロンスラッシュスラッシュ w w w l o n d o n s e 1 c o u k スラッシュ a r e a s スラッシュバトラーズ e r s h t m l 建築マップウェアハウゼス h t t p コロンスラッシュスラッシュ HOMEPAGE2.NIFTY.COM スラッシュ TSKIGAWA スラッシュ CRARCHLD1.ATM ありがとうございます。